疲れ様でーす。今日は急遽レオパルさんの公演に出演させていただきました。もうほぼね、超絶可愛い公演でしたね今日は。こんばんは。寒い、寒い、めっちゃ寒い。そうです、和田魂捨てずに、捨てたらあかんのでね、和田魂ちゃんと背負ってきましたよ。今日はえらやままいちゃん、えらやままいちゃんなのでよしよししてください。今日の服はなんかすごいの着てます。なんか肩の部分がフリフリになってるブラウスですね。どうもどうもね。そう、最後ね、ワロタピーポーが終わってから、こう最後の時の拍手が本当に止まらなくて、すごい感動しました。なんかね、すごい拍手が止まらなかったです。お疲れ様です。今日の髪型、今日何したっけ。あ、そう、今日はハーフツインしたんですけど、帰る時にね、ハーフツインはちょっとできなくて、またこれ使ってます。クリップみたいな。そう、今日は超絶レオパージュ公演です。そう、髪型はちょっとミューを意識して、ツインテールかで迷ったんですけど、今日はちょっとツインテールの気分じゃなくて、ミュー、ツインテールかハーフツインよくしてるから、普段今日はハーフツインにしました。マイティ球技苦手です。皆さん、なぎチャンネル見てくださいましたか。昨日の、あの、見ていただいたら分かると思うんですけど、本当に運動できなくて本当にできなくて、運動が。服かわいい、やった。そう、なんかね、下は今日はショートパンツにショートブーツ。無理や。髪色ええ感じやま。でも俺、これ染めてへんねんで。染めてへんけどね、黒い服着たら茶色く見えちゃいます。ちょっと泣きました。なんでなんで。あ、そっか、皆さん暖かかったからね。今日もあの、なんっけあれ、なんっけあれ、公演終わりのね、あの配信はちょっとランキングかけないんですけど、すみません。キュンマの、あ、今配信中、今あれ、バイナンドさんやってるんかな。めっちゃ忘れてた。かぶってる。こんばんは。フランス料理食べてんの、若にゃんたち。あれな、ご褒美特典みたいな感じですもんね。あ、ラメライナーは、あ、そう、今日ちょっとしかつけてないけど、指原莉乃さんのコスメブランドのやつ使ってます。で、チョカは大活躍。そう、だから特に水分補給中の、あの、何やっけ、あれ MC?いや、もう超絶かわいい、4人揃っちゃって一瞬錯覚起きました。あれ、今日超絶かわいいやつ聞いて思って。土曜日の、で、土曜日はフロンティアさんの昼夜かな。バスケの、そう、バスケのドリブルができひん。
ハギちゃんそう、マイティー、マイティー、マイティーや、なんだっけ、マイティーやな、なぎささんのドリーブルしてるとき左手めっちゃ開いてるもらった。そう、なんかコメント欄見たらヒゲダンスって書かれてて、確かにそうやなと思ってドリブルがヒゲダンスって書かれてた。何部？中学校の時はバドミントンで、高校は入ってなかったです。お疲れ様です。今日誕生日、おめでとう誕生日。今日の公演はいいかね、楽しかったです。これなんかさ、なんかさ、こんばんは。そう、私高校は部活入ってなくてね、アルバイトしてたので、キーンって聞こえた、耳鳴り、耳鳴りじゃないか。今喋るの忘れてた、ごめんなさいこんばんは。そう、26日までの出てないんだっけ。26日は超絶かわいいお昼夜、昼夜公演です。22時までか、ごめんなさい、ごめんなさい前っていうのアバターゲットして、あ、ほんまや、ランダムなんでしたっけ。おめでとうございます。あ、飛んできてる。で、短期間のうちにガンガンね、シュッとしたた、したか、シュッとしたかもしれない。ユーミンさんとレイコさんがまだ来てないです。れいこさんとゆうみさんが、さっき公演終わってから、あのれいこさんとゆうみさんが喋ってる横で私がリップを塗り直してたんですよ。そしたられいこさんが、あの、あ、じゃあゆうみさんとれいこさんがなんかこう戯れてて、でそのれいこさんが私とばってぶつかっちゃって、じゃあれいこさんが、あの、ゆうみさん、じゃあれいこさんがゆうみさんに、もうみたいなの言って、でゆうみさんが切れるノリをしてて、で、何落としたっけ、あ、そうでそうで、あの、あれよ、そう、れいこさんに、ちょ、石田って呼んでって言われて、で、はい、なんかカニやったら許されるわって言われて、ちっちゃい声でカニって言われたら壁ドンされました、ドンってノリですよ、ノリなんですけど面白かった。ユミさん面白い。公演終わりで一人お好み焼き、おー、いいな、お好み焼き食べたい。フランティア7期生が多くて持っちゃうの、そう、16日やっけ。あ、ちょ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 、土曜日のジュッティ公演もあれか、フロンティアか、ぜひ来てください、当ててください。今日初めてマイティのお茶作ってもらって、ありがとうございます。
そう、今日もねハーフツインしたらね、愛花がメイク部屋にいたんですけど、あ、まあ愛花のことを思ってまいちゃんハーフツインにしたんって言われたので、あ、違いますって言いました違います、たまたまです。お疲れ様でした。横顔、もう今歯抜けやから横顔やら品出しのプロです。あ、友達にマイティの写真見せたらスタイルレベチって言われてる。ほんと、じゃあ私の写真、わ、琴さんありがとうございます。そう、琴さんが今日公演中の写真を上から撮ってくださってて、すごい、琴様カメラ、琴ちゃんカメラ、琴様カメラか。こんばんは、片割れがランダムでマイティ弾いてて今よくてさ片割れ最近会いに来てくれへん、急遽の出張、急遽の出演、お疲れ様です、ありがとうございます。今月かもらば、もばえ、なんや今日の滑舌、今月からモバメ取り始めたんだけど、マイティメール、あ、嬉しい、モバメね、こんばんは。そうなんです、そう、ユーミさんとね話せた日はいつもねルンルンで帰ってます。なんかね嬉しいんですよね、ユーミさんと喋れた日は、そう嬉しい、なんかニヤニヤしちゃうえ、18が何、17がちひさんの生誕祭にも出演させていただいて、18がフロンティアさんですね。追曲、あ、究極の選択、そう、今日ね、あの公演の MC でなんか究極の2択クイズみたいなやったんですけど、自分 の, あの好きな曲を絶対一生センターできるか、いろんな曲歌えるけど後ろの方みたいな、その究極の2択があって、私はいろんな曲を踊れるけど後ろの方にしました。やっぱりその先端曲が年に1回歌えるかも、もしかしたらわからないっていう条件で、やっぱりまあ後ろでもね目立てるように頑張ろうと思って私はそっちを選びました。でもマジで本当にあの DMM 見てください、めっちゃ究極だったんです。あの全身タイツで公演かビキニで公演かとかマジで究極でした。は、痛くない大丈夫、やっぱ痛いのは親知らずだけなんですけど。こんばんは、琴さんの琴様カメラ、舞ちゃんの瞳が綺麗すぎて、そう、たまにお見送り会の時にこう指ハートしてくださる方もいっぱいいるんですけど、たまになんかもうこんな方とかもいらっしゃったりとか、なんかこんな方とかもいらっしゃってね、わ、可愛いなって思いながら見てましたなんかほんまにこう多分平均相場これじゃないですか、指ハートの相場ね。でもたまになんかこんな人とかもう矢印やんみたいなとか、もうほんまにこのなんかつまんでんのかなぐらいの方とかもいて、もうね可愛いです皆さん可愛い。歯抜けのとこはもう歯入れへんから歯が動くまで待ちます。だからしばらく歯抜け山舞ちゃんなんですけど、皆さんあの嫌いにならないでください
じゃあそろそろ、お、まきちゃん、くまありがとう、くま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 。そちらは全身タイツ選びました。相場っていう平均、指ハートの平均は多分これぐらいじゃないですか。あ、それ俺かもしれない。いやだね、それが逆になんか愛おしいんですよ。あ、できてないってなるのが可愛いです皆さん。そうだから、そう歯が。歯抜き山まいちゃん。そう、なんかね、刃好きって言ってくださる方いっぱいおるんですけどね、あの、え、結構いるじゃないですか、刃好き側の 人って結構いるじゃないですか。全然ですよ。全然です。ありがとうございます。はじめまして。サオさん、ありがとうございます。やればよくないよ。やっぱあれね、ないものねだりですね。やっぱりそういうのって。分からんけど。じゃあ。だからしばらく私は笑わないかもしれないです。基本真顔かもしれないです。歯抜けが見えないように。しばらく前ずっと真顔かもしれないんですけど、許してください。それなんか基本笑うときは口閉じて笑うか、笑うときはあの手で隠しちゃう人なんで、いつでも歯抜けを隠し、隠す半年ぐらいですね。どれぐらいで歯抜けバレへん、か、ん？歯抜けがなくなるか分かんないんですけど。ああ、そうゲラやからあかんねん、前。こんばんは。そう、もう癖になっちゃったんですよね、多分笑う時に。あの口隠すのが、だから矯正終わるまでは笑いません。絶対笑いません。ではいきます。ランキング13位、シロちゃん、ありがとうございます。で12位、みものさん、ありがとうございます。はんで11位、みやっちさん、ありがとうございます。ほんでほんで10位、りょうじさん、ありがとうございます。9位、りかちゃん、ありがとうございます。そして8位、きよふみさん、ありがとうございます。そして7位、かどさん、ありがとうございます。そして6位、カイゼルフォンバッハブルグさん、ありがとうございます。5位、まるちゃん、ありがとうございます。4位、高政さん、ありがとうございます。そして3位、杉蔵さん、ありがとうございます。そして2位、まきちゃん、ありがとうございます。2位、カニ、ゆみさんに怒られちゃう。で1位、わかなちゃん、わかなちゃん、すみのさん、嘘、わかなちゃん、ありがとうございます。わかな。ほな
皆さんありがとうございます。鼻毛愛おしいとか言ってくれるの大好きです。皆さんそんなそんなん言ってくれるんですか。16日誕生日です。明後日か。おおめでとうございます。口開けて笑ってくる笑ってる方が可愛いでとか言う、そんなん言ってくれるの大好き、ありがとうございます。疲れゆっくり休んで、ありがとうございます。暖かくして、そう今日もマフラー巻いてきました、ちゃんと。じゃあ皆さんありがとうございました。